大型日米合同演習が始まります。今回参加を表明している韓国の情報も加えながら詳しく見ていきますね。日本の操作技術はかなりレベルの高いものです。でも韓国が参加した時は敵役かな。参加するなら3年ぶりとなります。2021年6月10日から25日までの日程でアメリカのアラスカ州で実施される同国空軍主催の実戦的空軍戦闘機による軍事演習レッドフラッグ、アラスカ212に日本及び韓国が参加することが発表された。今回のレッドフラッグアラスカ212に演習にはアメリカ、韓国、日本の3カ国からおよそ1500名に上る人員とおよそ100機ほどの戦闘機を含む航空機が参加予定とされており、世界最大規模の空軍軍事演習といえる。日本の航空自衛隊も参加は確実だが、肝心の機体等は明言されておらず、従来の内容からは戦闘機、輸送機、空中給油機の参加実績があることから、同様な体制での参加ではないかと目されている。航空自衛隊の戦闘機としては未だ配備数が少ない F-35 ライトニング2ではなく F-15J イーグルが参加するのではないかと個人的には解釈しているが、いずれ続報でコララは明らかになるのだろう。韓国は2018年の3回後、翌2019年 KF-16 戦闘機の墜落事故、そして2020年は新型コロナウイルスの蔓延を理由に不参加の状態だったが、 F-15K イーグル等を今回は参加させる模様だ。日本と韓国とは同じくアメリカを同盟国とする状態にはあるものの、近年の徴用工問題やいわゆるホワイト国の除外問題など政治的な対立が継続しており、アメリカを仲介とした同演習での関係が話題でもある。韓国側としては2021年3月にアメリカとの間で行われた通称2+2会議後に日本との軍事上の交流を復活させる政治姿勢を表明しているが、現場レベルの対応でどこまで踏み込むのかも注視される。レッドフラッグ空軍演習自体はアメリカネバダ州のネリス空軍基地を拠点として1975年から毎年複数回実施されているものだが、同国の陸海空軍及び海兵隊やカナダ空軍を中心に行われてきた。これに対し現在は同様のレッドフラッグという名称を冠する空軍演習だが、アラスカでのこれは1976年の開始時にはコープサンダーと銘打って実施されており、複数の同盟国も参加して行われてきたものだ。これは当時の冷戦構造化の時代を反映したものともいえ、イギリス、ドイツ、スウェーデン、カナダの欧米から日本、ニュージーランド、オーストラリア、モンゴル、シンガポール等アジアまで、多くの国が参加経験を持つ。コープサンダーから元祖ネバダ州のネリス空軍基地主催のレッドフラッグと同様の名称に変更したのは2006年からであり、これを機に演習自体の実施形態もそれに倣ったものに変更された。
具体的には元祖であるレッドフラッグ演習では、敵国役を演じる専用の航空機を用いた内容を従来から実施しており、そもそもレッドフラッグとは、軍事演習場で敵役を表す赤を指し示したものだ。レッドフラッグ演習は、その敵役、アグレッサーを演じる航空機を専用で用意していたが、コープサンダー演習では、いわば持ち回りで、参加する各機がこれを行う公衆療養で実行されていた。これをレッドフラッグの名称に合わせたのを機に、その演習手法をも同様とし、敵役アグレッサーは固定され、当時の最大の仮想敵であった。旧ソ連の機体をイメージさせる機体への塗装等も取り入れられた。近年ではロシアの MIG-29 や SU-27 戦闘機に偽装した F-16 もしくは F-15 戦闘機が敵役アグレッサーを演じており、外観だけでなくその飛行特性をもシミュレーションで再現されていると伝えられている。興味深いのは、こうしたリアリティのある敵役アグレッサー機を念入りに用意した理由が、かつてのベトナム戦争時にこれからの戦闘機はミサイル万能の時代を迎えると過信したことの反省から生まれている点だ。これは当時世界最高の軍事力を有し、戦闘機においても先端を行くと過信していたアメリカが F4 ファントムに機関砲を装備せず並走を当初ミサイルのみとしたため、北ベトナム軍の旧式の MIG との格闘戦で苦戦を強いられたことに起因する。当時のアメリカ軍はミサイル万能の時代には戦闘機同士の格闘戦などほぼ起こらず、一方的に空対空ミサイルで敵戦闘機を撃墜できると考えたわけだが、当時の空対空ミサイルは精度が低く深刻な被害を招いてしまった。ただしこの状況は近年もまた変化しており、空対空ミサイルの射程と命中精度の著しい向上から、操縦者の有視界内での格闘戦はもはや発生しないとめされており、目視外でのミサイル戦闘に重点が置かれているという。それどころか第5世代戦闘機である F-22 や F-35 ライトニング2の登場は、その存在自体を把握することが著しく困難になっていると思われ、第 4.5 世代と言われるような戦闘機とは大きく戦術は変化していくのだろう。今回のレッドフラッグアラスカ21に演習には日本も韓国も第 4.5 世代戦闘機に該当する F-15J もしくは K イーグルを参加させるようだが、その戦術も第5世代戦闘機との連携に重点が置かれるのかもしれない。